毎度お世話になっております。ネクストキング実況プレイ続きをやっていきます。よろしくお願いします。前回女性関係でトラブルを抱えていた赤龍ルダーさんを解放してあげました。肉体という名の牢獄から。先週の週刊 MVP は、ま、俺じゃねえのかよ。は？いや俺でしょ。何笑てんねんこいつ。ルダー倒したのわしなんですけど、老け顔じゃないんですけど。急にキリッとするな。くっそ、脳幹だろこんなの。脳幹脳幹脳幹、お前の脳幹ぶっこ抜くぞ。いい加減にしろよこのキングヘンリーを。くっそ、絶対俺が王になったらお前を素敵なオブジェクトに変えてやる。民衆の前に晒してやる。王子たち、今週の冒険は呪いの大聖堂じゃ。早く喋れ。これどういう加点方式なんだろうな。ドラゴンを倒したのはクミンがドラゴン退治に行こうぜって言ったから行って、王様の指令とかじゃなかったからってことかな。王様がドラゴン倒してまいれって言って倒してきたら、なんかお眼鏡にかかったのかな。光ちゃんが吸血鬼をぶっ倒すって張り切ってますね。ごっ倒す。私も冒険の仲間に入れてくださいね。次は吸血鬼退治か。だってヴァンパイアハンターといえばかっこいい聖職者って昔から相場が決まってるじゃないですか。ヴァンパイアハンターを名乗るんだったらドゥエの使いでドゥエリストを目指さないとな。ドゥエ使えんの？苦労して集めた私の銀のコレクションがついに日の目を見るのですわ。銀の十字架、銀の短剣、銀の指輪、銀の杯、銀のお皿、銀のお弁当箱、銀の亀の子たわしもあるけど、これはいらないですね。調子に乗りすぎちゃった。浮かれてんなフェンネル。浮かれポンチだな。銀の弾丸でいいんじゃないかな。それは狼男か。ホームトロソー兄ちゃんお客さんですよ。吸血鬼も狼男もな、変わんない気がするけど。あら、コリコリさん、手紙を渡した。少し滲んだような跡がある。こう書かれていた。ここ数日死んだ母が枕元に、夢枕に立って私に救いを求めるのです。フェンネルのお気楽ムードから一転、すごいシリアス展開になったぞ。母の話では、母の魂は未だ呪いの大聖堂の中のどこかに閉じ込められているそうです。私のために命を落とした母をせめて天国に送ってあげないと私は生きていられません。今週の呪いの大聖堂への冒険には私をご指名ください。よろしくお願いします。コンブトロ掃除様へ、コリアンダ。この落差。おいフェンネル、お前のピクニックに付き合ってらんねえぞ。呪いの大聖堂にベトニー男爵が12年ぶりに戻ってきているかもしれないから、油断しちゃダメよ。あいつめっちゃ浮かれてたもんね。近所の小高い丘までお弁当持ってピクニックっていう気分で俺を誘いに来たよなあいつ。ダメだわ。今回はコリアンダーさんですね。お、ちょ、お前、ああよかった、コリアンダーさん誘いに行ったのかと思った。ロリコンのくせにな。本日のご用件は娘を出せ。それも一つや二つじゃない、たることだ。あ、ローズマリーさん、似合わねえなこの場所に。なるほど、コリアンダー狙いとはね、そういう組み合わせもあるよね。勉強させてもらったわ。早速今晩にでも神社に教え。おい、やめろお前、それは俺に聞くぞ。なんでそこでジンジャーちゃんの名前が出るんだよ。美しい字でこう書かれてた。いらっしゃいませ。
一緒に冒険に行こう。お母さんの仇を取るのです。ありがとうございます。2枚目のメモを渡した。母を毒牙にかけた吸血鬼ベドニー公爵が呪いの大聖堂にそろそろ舞い戻っている頃です。コンブトロス王子様なら間違いないと思いますが、用心して参りましょう。3枚目のメモを渡した。コンブトロス王子様、いつも私のこと気にかけてくださって本当にありがとう。これは結婚できるやろ。でもまあ俺にはジンジャーちゃんという心に決めた幼女がいるからな。コリアンダーさんもいいけどね。急いでメモを書いて渡した。もし差し支えなければ私が豚すみれをいただくわけにはいきませんか。いきませんね。この反応もメモで書いてよこしたのかな。あげられませんって言って速攻でこの給付をタタ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 って押してびっくりマーク入れたのかな。怖いなぁその様子。いやーコリアンダーさん面白い女。外で右往左往はしてないね。これで4が出てくれたら最高なんですけど。ですけど押す押す。ほらゴンブトロス、まさかそう、うんか。はい、オーケーオーケーオーケー。ジンジャーちゃんってお父様の一件以来特にイベントはないんだけど、他に何かあるのかな。この懺悔の巻物、サイコロ2つくらいくれるんじゃないかな。魔法の巻物だからね。懺悔の巻物をプレゼントした。いくら。おお、いいね。これは2つか。2つはいったか。本日のゴムトロ掃除様からのプレゼントのお値段は8万5千、8万500。あ、4万2千。これは1個かな。あ、2つだ。値段じゃないの、気持ちなの。む、いや、いいってことですよ。サイコロ2つ。レドニーがどれぐらい強いかわからないけど、とりあえず残弾は揃ったな。オッケー。秩序のオーブ一つ私にくださいな。あんま犬っぽくねえな。ケチンポ、あ、ケチンボ。ぶねー、べーべーは YouTube にバンされるとこだったわ。あ、冒険ね。マルガリータさんがアハーンって言うと笑っちゃうな。ローズマリーさんだった。フランクリン美談の愛人だわ。コリアンダーメモを渡した。美しい字にこう書かれていた。この辺りの空気は魔物たちのせいで随分よどんでいますね。少しお掃除をいたします。そんなことできるの。緊急地震速報みたいな。近くから魔物の気配が消え去った。すげえ。フェンネルよりよほど聖職者してるんだけど。ベトベトン校舎がどこにいんの。地下ではない。2階か。お、誰かいる。誰かいるけど、これ、こう、女の人だけど。女の人も公爵って爵位つくんだっけ。その辺ちょっとわかんないけどな。とりあえず2階を目指してみますか。サイコロは使わずにね。うわんちゅう。お、悪くはないかな。こっちから行こう。気をつけないといけないのは、リンデンがな、俺を必要、モンスターか。リンデンが必要に俺をストーキングしてくるから、あいつを気をつけないとね。サーベルを振り下ろした。
今何かしたか。お、コリコリさん。お、いいぞ。戦えるじゃないか、コリコリさん。オッケー。超余裕値。闇の薬。水と間違えて傷薬を使わなきゃ。これなんだっけ。黒いもの。冒険中、あ、集合効果か。相手の足を引っ張るときに使えるか。取っとこう。サフランと一緒、サフラン冒険に連れてくるのやめてほしいんですけど。この人、みんなの位置をぐちゃぐちゃにするでしょ。チコリか。俺んとこ来るかな。盗賊の鍵。俺んとこ来そうだな、これ。ローズマリアイチャついてる。他の王子たちは、ピクニック気分というかさ、もう、女とイチャつき腐っとるけど、俺はマジ真剣だから。コリアンダーさんのために、今日は真剣だから。本気と書いてマジと読むから。私なら大丈夫ですか？先を急ぎましょう。これはサイコロが増えるやつ。おお、コリアンダーさん、献身的だな。いいぞ、いいぞ。これで一気に、距離を、縮めます。12。届、まだか。次だよね。次、サフランの野郎が余計なことしなければ、いける。お、ドラゴンキラーって持ってる。ちょっと待って、持ってたっけ。アイテムチェック。ドラキラは持ってなかったか。今持ってんのシルバーソードか。フェンネルがヒント言ってたけど、これ銀製品だよね。これベドニーに特攻だよな、きっと。特定の魔物への攻撃に効果的って書いてある。ドラゴン系の魔物への攻撃に効果的。これ持っててもいいかもね。ただまあどっちかだよな。通常シルバーソードの方が攻撃力高いけど。今日は終わります。頼むぜサフラン、余計なことするな。よしよしよし。魔女パン、あっくそ、魔女パンか。でもどうせこれこいつら捨てるよな、魔女パン。魔女パンの性能を 100% 中の 100% 引き出せるのは俺だけだから。他の王子たちは被ったり吐いたり口に含んだりが関の山だから。真の価値がわかるのは俺だけだから。俺が一番魔女パンをうまく扱えるんだ。オッケー。これで届いたね。ってか本当にリンデンが迫ってきてるんだけど。よし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 、まっすぐ行けたわ。こいつがベドニー公爵か。ルビーの指輪。ちょっと欲しいけど、正直闇の薬の方がね、いいよね。ルビー、うち間違えた。ああ、それを捨てるなんてとんでもない。いりません。こんな、響きの死の屋台で買えるような指輪なんていらないですよ。出店で買えるような。待っていたのよ、コリアンダ。寂しかったでしょ。お母様？ベトベトン公爵じゃないの？お母さんなんだけど、美しいな、そして。さあ、そばにいらっしゃい。バブリテ。あ？あ。なんだこのおっさん。ゆっくりとあなたの血も吸って差し上げましょう。あはははははは。曽我部和之さんか。ベトニー男爵の声。曽我部和之さんだよね。悠々白書の裏おとぎチームのオンジーこと美しい的岡鈴木の声優さんです。
どんぐらい強いの？あれ、大したことねえぞ。これはいけるんじゃないか。サイコロを全振りする。全振りは、いや、1個でいいような気がするけど、どうだ、全部振った方がいいかな。いや、全部使おう。もうこれで終わってもいい。だからありったけ。おお、倒した。よかった、全部振っといて。ぶねえ、ベノニー男爵を打ち倒した。よかった。どんぐらい強いのか分かんなかったけど。おお、私に従えば永遠の命が得られたもの。え、そうなの？今からでも遅くないかな。ごめんごめん、回復させるから、フェンネル呼んでくるから、あと4時間くらいそのポーズのまま待っといて。ダメ、お前消えんのか。消えんのか、こら。あ、消えた。コリアンダーのお母さん、天女みたいだな。大きくなったわね、コーリー。そうね、もう12年も経つんだから、大きくなって当たり前よね。コーリー、せっかく会えたんだからいいこと教えてあげるわ。覚えてる？あなたが私の宝石箱から持ち出してなくした青いネックレスのこと。パパのベッドの下を探してごらん。今のあなたならきっと似合うはず。それはやめといた方がいいんじゃないかな。パパのベッドの下、ネックレス以外のものも出てくるかもしれないよ。はずよ。ローズマリーさんのハテナハテナとか。コーリー、愛してるわ。だから泣かないでちょうだい。あなたと過ごした8年間で私は一生分幸せだったんだから。8年しか一緒にいられなかったのか。いや、8年一緒にいられたと考えるべきか。私のコーリーも幸せにしてやってくださいね。みんな幸せにしてやんよ。わかりました、お母さん。コリアンダーさんも僕の翼です。元気でね、コーリー。これをよかった、コリアンダーと一緒に来て。フェンネルと来てたらこれもう台無しだったよね。何が銀の亀床だわしだよ。銀のお弁当箱って、それステンレス製の。おっ、アニメーション。声が、コリアンダーさん、声が戻った。あー、すごい。これは、おお、サイコロ20個だって、やばいね。コリアンダーさん、このタイミングで声が戻るんだ。しかも井上きっこさんじゃなかった？今の井上きっこさんだよね。恐ろしく早い井上きっこさんのボイス。俺でなきゃ見逃してるね、聞き逃してるね。うわー、すごい。これはジンジャーちゃんを抜いてしまったのかもしれない。女神の牙、これってもしかして七大秘宝の一つ？おお、道徳心が9ポイント正規、あまり上がらなかったけど、さらに18個、すげえ。そして俺もレベルアップ、めちゃくちゃ上がるんですけど。芸術性8、気品9、勇気、あ、いいね。勇気が足りなかったんだよな。社交性10ポイント。ちょっと情報チェックや。いやー、今のイベント良かったな、本当に。コリアンダーさんがここで声を取り戻すっていうのがいいよね。運勢が悪いのか。運勢と探求心か。詳細やばいな。商人になれるんじゃないかな。で、さっき手に入れた
女神の牙は、あ、やっぱり七大秘宝だ。冒険中戦闘のサイコロすべて1、これはさっさとチコリにあげないとな。いやー、ネクストキングってさ、お気楽サイコロ略奪恋愛ゲームかと思ってたんだけど、さすが増田さんだな。そういえばキャラウェイさんも結構重い過去を持ってるんだもんな。生まれた時から面白い仮面をかぶらされて生まれてきたわけだもんだもんね。誰だっけ、なんか変な名前のやつ、チャービルだ。悪霊チャービルをキャラウェイさんのお父さんが退治したんだっけ、封印かなんかしたんだっけ。その時に呪いをかけられて仮面をつけて生まれてきたんだよね、キャラウェイさんは。おうおう、醜い争いやりなさる。この宝箱を取って脱出じゃ。空っぽ、空っぽか。もう一回、お、あ、やったやったやった、よしよしよし、逃げよう、できるだけ遠くへ行こう。うなんということだ。お、宝、空っぽ。運が悪すぎるな。多分これの効果だよね。これじゃない、秩序のオーブ、トラップが仕掛けられてたんだ、あの宝箱の中には。で、秩序のオーブのおかげでトラップを解除したからなんとかなったのか。こっち来んなマジで。うわー、こっち来たー、止まりやがった、止まるんじゃねえ。しかも回復してやがる魔女パン、早く捨ててくんねえかな。お、これはやる気をなさ、なくさせる攻撃だっけ確か。ああ、そうだよね、よしよしよし、なんとかなった。ただこっちの攻撃力もひどいことになってる。早く早くなんとかしないとな。オッケー、終わりました。じゃあ今回はこれで終了します。次回、手に入れた七大秘宝を全部チコリに渡すか、あと豚炭でもね、とあとコリアンダーさん家にも行ってみようかな。はい、ではまた次回よろしくお願いします。お疲れ様です。